球速表示板に示された158の数字。マウンド上で仁王立ちする山口和夫が相手主砲松中信彦を2ゴロに打ち取った瞬間だった。1993年の伊良部秀樹に並ぶ日本最速158キロ。守護神山口は1点リードの9回から登板。初球は153キロ、4球目についに到達した。サッカーワールドカップも終わり、今日はマンデーパ・リーグに花火デー。お客さんも入ってるし、アップもランニングも軽めにしていました。記録を狙うときは体のキレとかできてないとダメですから、腕がちぎれるくらいに振り切って。体に悪いですよ、針が残りそう。春先から160キロ計画を始動。157キロは3度も記録していた。160キロは目標じゃない。上限はありません。日本最速を体感した松中は前に飛びましたよ。1球目の肩が早く感じました。低めだったし、やりがいあります。抜けていればもっと良かったと日本最速打ちへ闘志を燃やした。山口は9回を3人で抑え5セーブ目、チームを5連勝に導いた。山口はその後故障もあり160キロを記録することはなかった。現在の日本最速は2016年に日本ハム大谷翔平が記録した165キロ。山口は引退後オリックスのスカウトに就任。山本由伸投手、張益投手、荒西雄大投手、佐野皓大外野手、広沢信也内野手、儀保翔内野手らを担当している。当日のスタメンは次の通り。8、谷義智。9、高見沢光志。 D、後藤祐二。 5、スコット・シェルドン。 7、副島幸太。 3、フェルナンド・セギノール。 4、進藤達也。2、日高剛。 6、塩崎慎。 P、 小倉久志。